い、のび太、野球しようぜ。どうも、ジャイアンです。はい、すいません、リュウです。本日なんですが、ですね、ジャイアンデッキをね、作って、来たんで、まあ、作ってきたっていうか、私、リュウの幹部会っていうね、ディスコードのメンバー限定のやつやってるんですけども、リュウの幹部会のメンバーであるコインさんっていう天才構築家がいまして、コインさんが、作ったクソ、ジャイアンデッキをね、本日はご紹介していきたいと思います。テーマ、相手のモンスターパクる、以上です。ひたすらに相手のモンスターをパクり続けます。どういう風にやっていくかっていうと、まあ、もちろんね、エネコンとか入ってるんですけども、まずですね、1個、ゼロっていうモンスターね。いつのカードこれ。これ、カオスコマ、2017年の4月とかいう、なんかもう、激ヤバの、カードなんですけども、このカード、どういう効果かっていうと、リバースで相手フィールド上のモンスターのコントロールを得ることができるよと。で、コントロールを得ると、相手プレイヤーに大叩きできるよっていう効果を持ってるんですけども、これ、リバースで戻っちゃうんですよ。ターン終了時にね。で、じゃあそれを防ぐにどうしたらいいかっていうと、最強のギミックがありまして、ゼロで相手のモンスターリバースしてパクって、それをエレメンタルトレーニングでリリースして、自分のモンスターに変えるっていう、マジやばい効果。相手パクって、相手リリースっていう。まあ、エネコンみたいなもんですよね。エネコンでパクったモンスターをリリースするみたいな。エネコン2枚使うみたいな感じ。イメージ的には。まあ、そんな感じの効果を持ってましてですね。これが結構強いと。で、さらに、他にも、今話題の、デュエルリンクスでは最強カードと話題の、ヘッドチャッチングというカード。これね、どうやらね、なんか期待値計算するとすげえ強いと。なんか、向こう、モンスターを無効にしてパクれるっていう、まあ、成功すると、マジで相手のカードマイナス1、こっちプラス1なんで、2ヤド稼げるっていうね。激ヤバカードなんですよ。だから、このパクりまくるカードを入れまして、相手のモンスターひたすらパクっていくっていうね、それで気になってます。自分のカードで勝つ気は毛頭ありません。相手のモンスターをパクって、相手のモンスターをリリースして、踏み台にして、勝っていくっていうね、そういうデッキになってますんで、ぜひね、最後まで見ていってください。それでは、デュエル、スタンバイ。おい、のび太、お前のものは、俺のもの。俺のものも俺のものだ。さあ、お相手の方はカニ頭十郎太、よろしくお願いします。デュエル3倍、デュエルゼノ、ゼノ、ゼノトレーニング強いね。これハンドソロっていうか、もう先行が欲しい人生ではあったかな、これ。さあ、お相手の方は知らぬいさんですかね。まあ多分知らぬいさんでしょう、おそらく。さあ、カードをセットセットしていく。はい、 OK、 了解、ターンエンド。ゼノさん来た。ゼノさんちょっと来すぎなんですけど、ゼノトレーニング揃ってるんでね、まあゼノトレーニングするか。ゼノトレっていうね、最強で、最強ギミック、相手のモンスターパクってトレーニングでリリースするっていうね。めちゃくちゃうぜえデッキがね、活躍しております。さあ、工藤雄星選手、一体そのセットモンスターは何なんでしょうか。あ、用途 OK、 予想通り。お前のモンスター今からパクってやるからな、レベル上昇いいだろう。お前のモンスター、俺の名はジャイアン。おい、のび太、お前のホムラガミくれよ。お前のホムラガミをトレーニングでリリースして、モーレフおじさんに変身させるぞ。のび太、野球しようぜ。このジャイアンのモノマネだけは少しだけ似ているって言われてます。レパートリー、モノマネの レパートリー、ジャイアンとブルーのしかないっていうね、あまりにも癖が強い。はい、でゼロトレーニングします。はい、ありがとうございます。このモンスターなんか破壊できないらしいですね、どうやら噂によると破壊できないらしいんで、とりあえずトレーニングしますわ。リリースして、はい。こうして、はい、で、スタンバイに、なんか、トレーニング打つか、トレーニングじゃねえや。練習の青年。あ、そこなしね。そこなし、なるほど。そこなし、回避するか、一応。一応回避しとこう。はい。さあ、一応止めていく。さあ、練習の青年を、めっちゃ打ってくるんじゃん。めちゃくちゃ打ってくるんじゃん。あ、オーケー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 。でもそのトラップさ、で耐えられ るんでしょうね、あなた。そのトラップで私の猛攻耐えれるんでしょうね。
霊神の静電発動。そして何も光んないけど大丈夫、何にも光んないけど大丈夫。だから猛烈落ちた持ってきて、でぶん殴って、で変身してぶん殴ってで勝ちなのではないでしょうか。猛烈落ちた持っていきましょう。さあ猛烈落ちた持ってくる。そんなそこらし2枚打ってよかったのかな、そんなそこらし2枚も打っちゃってよかったのかな、大丈夫かな。流星君バトルフェイス入るよ。あれ何もないね、何もないね、それは甘いでは、何もないのは甘いでは、弱いねこのデッキ。さあお相手の方、あイラッとクルゼさんよろしくお願いします。スティさあ、イラッとクルゼさんにね、本物のマジックコンボっていうのがどういうものかを分からせてあげましょう。さあまたこちらもゼノトレーニングができますからね、ゼノトレ、通称ゼノトレデッキ。新しい、新たなるなんかフィットネスクラブみたいなね名前してますけども。さあグレイドルインパクトは強いね。セットは多分スライム。さあカード落ちます。セットセットいいでしょう。さあグレイドルインパクトの効果で、グレイドルカードを持ってこれる。グレイドルインパクトもしくはグレイドルスライムあたりを持ってくる。グレイドルスライム12や来たってことは、あれセットモンスターは12やではないのか。あおおおおおお、ジャイアンカードめっちゃ取ったじゃん。まずゼノトレか。グレイドルドラゴンが飛んできたらヘッドジャッジングするしかないか。万が一グレイドルドラゴンが飛んできたら、ヘッドジャッジングしてパックるしかないか。これはしょうがないね。効果はシンクロ召喚に成功した場合の効果なんで、一応まああれか、でもトレーニングあるから最悪のことが起きてもパクッ、変身して猛烈にして阻止できるか。一応難しいですねこれね。ちょうどまあゼノセットが一番丸いかな。グレイドルドラゴン嫌だね。グレイドルドラゴン、まあ、2枚重ねでいくか。2段構えでグレイドルドラゴン阻止みたいな感じでいくか。霊障静電でモーレフ出して、でモーレフでぶん殴って、ちょあれわかんないけど、スライムモンスターなんだろうな。スライムを持ってきてるってことは、あれスライムじゃないんじゃないかな。スライムデッキで眠っててほしいんですよね。あ、それともそれなんか殴られる前提であれかな。スライム召喚してスライムに蘇生みたいなことをするのか。まあ、一応殴っとく。なんかね、海洋とかかもしんないしね。わかんないもんね、これ。わかんないから、まあ、とりあえず殴るわ。2000守備かもしんねえけど、いいや、それはそれだったら。はい、どうぞ。どうしますか、この攻撃。どうしますか、なんかはある。了解。はい、通す。あー、なるほど、通らない。了解です。通らない、了解です。グレイドルドラゴンは、まあ、一応阻止しに行くか。一応阻止しに行って、で出てきちゃったらしょうがないからヘッドジャッジングだ。出てきちゃったらしょうがないからヘッドジャッジング。さあどうする。さあグレイドルインパクトで、表側のカードと、表側のカードと、表側のグレイドルカードと相手のは、でも猛烈破壊されるのか。猛烈でも変身するしかないか。じゃあ、あーなるほどね、そういうパターンか。そっかそっか、忘れてた。じゃあしょうがないんで、霊障の静電使ってリリースして、ラパビラ出しておいて、でラパビラで魔法トラップ止めながら、ヘッドジャッジングするしかないね。もうヘッドジャッジングしましょう。おじさんはお姉ちゃんに進化して、きったねおじさんはね、この加齢臭くせえおじさんは、うん、可愛いお姉さんに進化して、可愛くはないけどラパビラは。でスライム召喚からスライム蘇生か。はい、了解です。いいでしょう。スパシャであってほしいな。ちょスパシャであってほしい。あ、それはいいわ、そこは通すわ。スパシャも全然いいから、それも通すよな。だってここ止めても結局あいつパクったところで何にもいらないから、これパクる必要一切ないもんな。スパシャはいいわ。スパシャはもう甘んじて受けるよ。出た。4にしてきて出してくるんだったらヘッドジャッジ、あーそっちもいんのね。なるほど。ってことはグレイドルドラゴンが着地してくるっていうことでよろしい。サメの領域です。
さあ、ここであれでしょ、グレードでしょ、そこまで読んでたんだよ、そこまで読んでんだよ。だからあとはもうほんとヘッドジャッジングゲー、あとはヘッドジャッジングを俺が決めればいいだけ。さあ、グレードドラゴンをシンクロ召喚、グレードドラゴンのシンクロ召喚成功時の効果を発動、シンクロ召喚の素材にした、モンスターの数、まで相手のフィールドのカードを、選択肢破壊することができるという効果。ラパウィラと、さあセットカード でしょうかね、それとも霊神のトレーニングでしょうか。さあどうするんでしょうか。まあセットカードだと思う、多分そっち。なるほど、ヘッドジャッジング。さあコイントスをしろ。さあせめてコイントスを当てた方がいいぞ。コイントスを当てることだな、グレイドラドラゴンよ。さあ宣言はどちらにする。表、神ゲーおい伸びた、お前のものは俺のもの、俺のものも俺のものだ、しゃーらつ強っ強っ。まあ一旦に一度しかねちょっと発動できないんですけども、これバトルフェーズ起こらないんで、サーチしちゃうとバトルフェーズ起こらないんですよね。まあでも言うてこれペットジャッジングセットゼロセットでいいか。ラパイラ召喚する必要ないですもんね。まあ最悪霊神の静電割られた、あの小爪作業されたとかも考えて、ラパイラは一応コストに置いといた方がいいから、こうしといて、バトルフェーズ入るから入れないからエンドフェーズになる、 OK、 いいでしょう。さあどうする、ヘッドジャッジングはまだあるよヘッドジャッジングはまだあるよ、まだ残ってるよ。さあどうする、まあ、多分ね、で、まあ、モンスターは引いてると思うんで、まあ、スパシャかグレイドルは飛んでくると見ていいでしょう、ほぼ。まあ、だからそれをね、なんとかして、グレイドルインパクト、あ、インパクト使うんだ。はいはい。なるほど。インパクト使って、スライムと、まあでも、どれでもそんなに痛くないけどな。グレイドルドラゴンを破壊されて、蘇生されるっていうのが一番鬱陶しいか。まあ、それは変身、あ、そっち。そっち。まあ、一応変身しとくか。じゃあ一応変身しといて、でおじさんになっとくか。これでシンクロ召喚を、阻止することができますよといったところ。相手結構これうっとうしいんじゃない、猛烈で、裏側にされるのと、あとヘッドチャッチングで効果無効にされるのあるから結構めんどくさいと思うけどな、結構めんどくさいと思う、おそらくね。一旦に一応なんでね、ヘッドジャッジングが1枚発動されてるんですけど、これ2枚目はね発動できないんで、ちょっとそれはね残念ながらできないんですが、さあどうする。さあ困っているぞ、さあ考えてるぞ。結構盤面めんどくせえからな、霊神のせいで、ね、変身したりね、グレイドロドラゴンでぶん殴られたり、モーレフで裏側に去ったりされますんで。ああ、ディーバか、なるほどな。さあディーバの効果、何出てくんだろうな、これ裏にした方がいいんじゃない、さすがに。はいはい、ディーバね、攻撃表示ディーバ了解。これ裏にした方がいい気するけどな。でもあれか、スパシャ別にスパシャ出てきたからでもいいのか。スパイダーシャーク出させて、でゼロでパクればいいや、開始のターンで、スパイダーシャーク出させる、バトルフェイス入ったモーレフおじさんで裏にする、ゼロでパクって、どっか行くでおしまいか。それだな、了解。さあどうする。さあサメの領域発動、さあもう2回使ったな、サメの領域は2回使った。でエクシーズして、サメの領域でスパイダーシャークが出てくるが、スパイダーシャークさんは攻撃宣言時なんか打点を下げるとかいうめちゃくちゃやばい効果を持っているが、バトルフェーズ中にスタートステップに裏側にすると何にもできないっていう、なんかお母さんが言った。さあスパイダーシャーク出てきた、さあバトルフェーズ入れよ、バトルフェーズ入れ、バトルフェーズ入れ、おいおいおいで、おい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 、あ、でも今あれか、モーレフの方がよかったか。これあれだ、次のターンでゼロでパクっ
て、で、あのラパイラに変身しときは魔法トラップ止めれるから、これ今ちょっと送るの見せましたね。送るの多分ね、これね、あのね、モーレフでよかったね、今のは。モーレフで多分よかった。で、まあ、とりあえずですね、これ破壊された場合なんで、ゼロ反転するじゃないですか。で、ゼロ反転して相手のモンスターパクろうとすると、これパクれないんで、場所ないから、墓地行くんですよね。ここで、墓地行くから、これでラパイラにして殴れた方がよかったかなとは思う。さあ、バトルフェイスありますか。とりあえずね、さあ、あなたの人生はこれで終わりですよ。さあ、どうしますか。なんかあるんですか。なんかありますか。分断とかがないんでね。はい、お疲れ様でした。パクりすぎ、人のものを。さあ、お相手の方、アキちゃん、よろしくお願いします。デュエル3倍髪型ジャイアントキラー、セットコズミックケアセット、タンシロ、ちょっと永続トラップがねめっちゃ多いんですよ。だからめちゃくちゃ伏せすぎるとトップ解決のエネコンとかが使えなくなるっていうパターンはあるんで、それだけは注意していきたいといったところ。さあ、セットカード何なんでしょうか。まあ、静電か、静電で、まあ、モーレフ持ってきて、で、おじさん持ってくる、おじさん召喚する、ワンチャン勝てるか、これでワンチャン勝てるのすごすぎるけどな。で、ぶん殴って、やばい、なお前なんだよ、それ、キノコじゃねえか、キノコじゃなくて、叫んだ、やばい、強い、ストールで、どれを、ちょっとダメしながら発動できないか、発動できねえ、厳しい、これトレーニングね、表になってるとね、一応あれなんですよね、破壊できないんですよね、霊神の静電が、うっとうしいな、突破しときしてもねえか、別に。微妙ですね、でもね、ちょっとね、キノコ、いや、残しておいた方が、なんか邪魔そうなんだけどな、でも、人参残すになっちゃうか、これ微妙だな、一応殴っといた方が良かった気もするけど、まあ、でもちょっとモーレフがいるから、多分ね、シンクロ召喚とか止めるんですよね、多分。なんとかなると思います、多分。さあ、なんとかしていきたいところ、さあ、どうする、さあ、イザヨヤキ選手、どうする、さあ、人参の豪華、いいだろう。人参の効果で、いやー、強えな、捨てるカードも。捨てるカード結構強いんだよ、これ。サーチシールドで次の僕、ターンバトルフェーズ行えないんですよね。で、それはもう全然無理。もう全然無理です。全然無理。もう、なんて、4、5、6、7、ブラックローズ飛んでくるもん。ブラックローズはほんとさすがに無理。はい。で、おじさん効果、危ない、やべ、間に合うか、危なかった。ね、ボタンをね、オンにするタイミングをね、ちょっと、ミスると意味わかんないことになるんでね。で、これで裏にして、なんとか耐えていく。OK。いや、これコストねえのきついな。でも、これどうしよっかな。ただし、OK。一応、まあ、人参、まあ、スポーアか。スポーア、まあ、悪くはないけど、そっか、バトルフェイズ行えない。やばいこと起きそう。4、5、6、7。やばい。ちょっと、助けてください。お母さん。何でもしますから。ブラックローズドラゴン。きつい。効果発動しない。なんで効果発動せえや。ブラックローズガイル。どういうことどういうこと、自分がドラブラックローズドラゴンを特徴化したな、自分フィードにブラックローズドラゴンを存在するためにフィード上のカードを全て破壊する、このスキルはデッキエクストラデッキのモンスターが植物モンスターおよびローズドラゴンモンスターのみの、デッキを設定してデュエルを開始した時にデュエル受賞も使用できる。いや、今効果使っといてよかったろ、別にそのスキル使う必要あったか、今吹き飛ばせば同じやん。バトルフェイズどういうこと、あ、そういうこと、やばすぎ。ちょ、一個言っていいですか、ブラックローズドラゴンの効果使えや。